でしょうか。今のところ全く視界に入ってない状態ですね。発魚の方に気が入ってしまいました。キングサーモンは放置ですね。あ、でもそっちに行ったな。あ、こっちだ、食べてる。あ、気づきましたね。こちらでナリ用に置いたものなんですけど、やっと加えてくれました。それでは次、じゃあデナリにも登場してもらいたいと思います。食べてる？あ、食べてる、食べてる。あ、下に降りていきました。よし。何もプールに入りました。どうでしょうか。でもやっぱり2頭で揃って中に入ると魚が分散されて捕まりやすくなったので、
ペナリが、見事1匹目ゲットしました。あとはナナが上手に捕まえれるか。ペナリが2匹目ゲットしました。ナナ頑張って。ちなみに今、最初投入したのが10匹です。で、2匹でなりが取ったので残り8匹ですね。ペナリが3匹目取りましたね。残り7匹。ナナ頑張って。ペナリが、またゲットしました。このままだとペナリに全て食べられてしまう恐れがあります。ナナ頑張ってください。なんかすごく嫌な予感がしてきました。今まさかの腹スタイラランになってる。こうしてる間にデナリは黙々と狩りを続けてますので、なら早く戻って、あ、ナナが今一匹目をやっと口にしました。よかったです。ちょっとナナさん疲れたみたいで、休憩しに行っちゃいましたね。はい、それでですね、残念ながらまだ3匹か4匹。
ど残ってますけど、ダラも、一匹無事になんとかゲットできたということで、お時間もとなりましたので、これで、本日のララ感謝イベント終わりたいと思います。皆さん、この寒い中最後まで本当にありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、正門西門に分かれて移動したいと思います。正門から帰られる方は今清水飼育員いるあたりに集まってください。で、西門から帰られる方、世界のクマ館の看板の方に飼育作業員立っていますので、そちらの方に行ってください。お願いします。正門の門のところで回収いたしますので、まだそのままつけといてください。あの、中の会員証だけ抜いておいていただけると助かります。よろしくお願いします。西門から帰られる方、世界のクマ館の看板あたりに手を挙げたスタッフ立っていますので、そちらでお願いします。でなり今日はもう夕方にかけて君は評判悪いぞ。でなり申し訳ございません、名残惜しいとは思いますが、皆様ちょっと時間、西門から帰る。